中盤ダイヤモンドで成功してるチーム少ない気がするんですけど、実際効果的ですか？ああ、効果あると思いますね。でも、いつも言う攻撃の時の幅取り役誰にするのかって。で、幅取ってる人がしっかり機能をするというか、一人で大外の幅のところで攻撃に関与できるのかっていう。だから、4312で最近成功したチームって、ジダン・マドリーっていうか、4312使ってた時。だ両サイドにカルバハル・マルセロっていう、攻撃でもスーパーなサイドバックがいたってのは大きかったです。それがソシエダにはいないし、かといってサイドハーフをウィングするとかそういう仕掛けもしてなかったから、まあうまくいかないですね。